中国かから見て困るんだとかアメリカも同じようなことを言ってくる私は安全保障の面と拉致の問題の2つから見てね日本はこうするんだとすべきだというやっぱり主張を提起し続けていくことがそれで妥協していいじゃないですかそれはお互いに国益あるわけですからそれを積極的にですねやってもらいたい。 で今回の,の NATO なり、AU なり、ASEAN なりでは、安倍さんは拉致の問題をもう全面的にこうやったわけですから、で非常に素晴らしい、で核の問題についてももっとね、やっぱり日本の立場、でミサイルトークのは日本だけしかないわけですから、で決してアメリカやです、ね、あのカナダに届くわけじゃないわけですから、そういう意味での日本の置かれている状況というものをね、 積極的にやっぱり展開をする主張するそして協力を求めていくとでその代わりこういう問題が発生してくると思うんですねつまりそういう主張の仕方をしますとね責任が伴いますよね責任がその責任の取り方覚悟ってものがね私第2次世界大戦後の日本というのはねそこはやっぱりね責任は取りたくないとあんまり国際問題で。 いうところに一つ及び腰とか思考停止の問題がねあったんだろうとでまあなんかものづくりを一生懸命でやっていればね別になんか人様にあんまり迷惑かけることじゃないわけですからしかし主張するという外交は同時に安全保障問題で責任を負っていく国際的に責任を負うんだというやっぱり覚悟みたいなものをですね合わせてしっかりと示していくことが。 私はね、率直に言ってね、7月の参議院選挙に勝つ一番の方法だと思いますよ、今まで日本にはね、そういう主張と責任という形での外交っていうのはやっぱりなかったと思うんです、それがね、やっぱり若き安倍さんが、ね、ガーンとそれを打ち出せばね、私はそんなに7月の選挙を、ね、ガタガタ恐れることはやっぱりないと思う。 でそういうような、まあ、印象を受けて今回の外交は見ておりましたねあのなかなかいい方向にはい,いやそれはまあ注文つければいろいろありますよいろいろあるんだけどもあの完全な人間とか完全な内閣なんていうのはありえない世の中ですからそのなんかマイナス面だけわわわわ言っとったって物事なんか全然進まないんだって でマイナスをどう克服して、ね、プラスを伸ばしていくかってことじゃないですか、でそういう意味では私はやっぱり中川先生の形でこれは非常に大きいと思うんであと2分ですから決意表明を一つお願いしますよいやいや、まあ、今、佐藤会長がおっしゃっていることはその通りであの別の言い方をすると、まあ、日本は今まで顔が見えない顔が見えないと、はい、お世界の中で、まあ、一時期は15%の経済を占めてね、はい、2>, 2番目の国だったのに、はい、顔が見えないと。 それが今、会長おっしゃるように主張する、それによって顔が当然見えてくる、何が言いたいかやりたいかよく分かると、うん、いうことは、相手から見れば非常に、まあ、ある意味で信頼が受けるわけですから、ですからそういう外交をどんどん安倍総理は続けてもらいたいし、他方、まあ、内政に関して言えば、まあ、総理の顔が見えないとかね、うん、それから官邸が何やってかよく分からないというご批判をいただくわけで。 だからやっぱり内政においても総理ががんとこう主張して、ね、国民にこう顔が見える、うん、何がやりたいのかと、うんね、教育なのか憲法なのか、うん、集団的自衛権なのか、まあ、全部なんですけども、うん、あのはっきり言うとあるいは格差の是正に対してはこうしたいんだと、うん、いうことを総理が最大のスピーカーを持っているわけですから。うん うん、外交でこれだけ、えー、成果を上げているわけですから、同じようにやっていけばいいんだろうと思うんですけどね,すね。おっしゃるようにね、やっぱりね、安倍さんね、総理大臣になってからね、やっぱり少し気を配りすぎてるようなね補佐官いっぱいいるのは結構だけど自分の補佐官なんだからね、あそうなんです、えー、補佐官に気を使う人は全くない,な,な,いないと思うんでね、<ー>それがやっぱりね、あのー、おっしゃるようにね。 何をやりたいのか、簡潔にね、あの国民にアピールしていくこと、であ,あの人をそんなに間違ったことを考えているわけでも何でもありませんし、正しいことを考えているんですから、あのちゃんとですね、えー、やって、えー、立派な日本良い日本語ですね、本当に美しいもを作っていただきたいと思います。今日はお忙しいところ、長時間ありがとうございました。